その日は唐突にやってきた。とは言うまい。後の歴史においては、ヤスリ・ムツエの迷宮城襲撃、それに続く飛騨高人の暗殺は、青天の霹靂のごとく不意に起こったかのように語られることが多いけれど、しかし、ここまで語ってきた通りに、実際は入念に計画され、多くの意思と多くの意図が絡み合い、また双方からの数々のやり取りがあった末に行われたものであり、当然その終局面に至っても、突然という事態も、唐突という事態も、まるで起こりえない。その日、迷宮城の天守閣で、珍しく前線に出張らず、どころか一人、のんきな風にとっくりを傾けていた飛騨高人はもちろん、その日、自分の身に起こるであろうことは理解していた。予想ではなく、理解していた。だからこそ、彼は一人とっくりを傾けていたのかもしれない。ひょっとしたら死なずに済むかもしれない、と思っていたわけではないけれど、いざこの日が来てみると、さすがにいろいろと思うところがあるね。飲まずにはやっていられないという感じかな。と、人ごとのようにそうつぶやく奥州の顔役ではあるが、しかしそうつぶやいた時にはまだ、かの城には何ら異常は起こっていない。少なくともその報告は上がってきていない。だけど彼にはわかるのだ。地球最高峰の頭脳を持つ彼にはわかるのだ。これから何が起ころうとしているのか、その予兆は十分にあった。ああ、分かりきっているけれどあえて言おう。どうしてこんなことになったんだろう。死にたくないな。まして殺されたくなんかないな。でしたら逃げればよろしいのに。と、一人管を巻いている風の高人の独白に割り込んでくる声があった。姿があった。美人ではあるが、しかしその華やかさに比して、妙に質素な着物に身を包んだ女である。着物というより、布と言っていいほどに、それは粗い作りの服だった。おや、ゆるじゃないか。はい。ゆるにございます。僕の伴侶のゆる、別に説明されなくとも己の立場を忘れたりはしませんよ。そうかい。めったに顔を合わせないからね。ひょっとしたらもう城の中にはいないんじゃないかと思っていたよ。それを望んでいたかのような口ぶりですね。心外ですよ、と言いながら女ゆるは近づいてきて高人の傍らに座る。そして高人が手にしていたとっくりを華麗に奪い取り、そのとっくりに直接口をつける。おいおい、見かけによらず豪快だな。お酒は好きです。そうなんだ、初耳だよ。天才天才と周囲からおだてられるあなたでも知らないことがあるんですね。天才であることと物知りであることは必ずしも一致しないさ。それでも奥さんのことくらいは知っておくべきではありませんか。言葉もないよ。それに娘のことも。言葉もないよ。母？と高人は力なく笑う。言われっぱなしではあるが、しかしそんなに悪い気分ではなさそうである。その娘は今どうしている？何も気づかず遊んでいますよ。地下牢でみぎりさんと。みぎりちゃんはすっかり容赦姫の遊び相手だね。まあ彼女も彼女で母親ですから。そうだね。娘と息子が一人ずついるんだっけ。この僕でさえうっかりすると忘れてしまいそうなくらいに、とてもそうは見えないけどね。あなただって人の親には見えませんよ。そりゃそうだ。僕は親らしいことなんて何もしていないからね。あの子は僕のことなんて城に住んでる謎のおじさんとしか思っていないんじゃないだろうか。
ありえますね。おいおい、ここは否定しておけよ。あなたと同じく私は嘘をついたことのない人間ですから。ま、否定はあっちのこの専売特許か。肩をすくめ、高人はゆるからとっくりを取り戻そうとするが、しかしその手は空振りする。ゆるはにっこりと微笑み、高人はさらに肩をすくめる。で、ん？なんだい？逃げないんですか？逃げるってどこに？どこへなりとも逃げられましょう。あなたなら自分だけ助かろうと思えば。おいおい、僕がそんな冷たい人間に見えるのかい？これまで共に戦ってきた数々の仲間を見捨て、自分だけが助かろうという利己的な人間に見えるのかい？見えますが。ああ、うん、まあそうだね。僕はそれほど優しい人間ではないよ。誰よりも性格が悪いとあっちこっちで噂されているようだし、それを誤解だと突っぱねられないところが悲しいですね。別に悲しくはないさ。利己的というのは偽りようもなく本当だ。ではどうしてお逃げにならないので？まあ、なんというかね。君に言ってもわからないかもしれないけれど、失礼な物言いですね、愛すべき妻に対して。しかしそれも事実だ。これは君に言ってもわからないかもしれないことだ。だが聞くのならば答えよう。君は愛すべき妻だからね。対面的なセリフです。僕が死ぬことで、反逆者としての僕が死ぬことで、この物語はようやくのところ終わるからさ。いや、始まるのかな。高人は言う。それはある種やり遂げた者の顔である。実際すでに打つべき手がなく、ほとんど無策で、今や座して待つしかないという彼は、やり遂げたと言っても間違いではなかろう。ただしかし、彼の自覚としてはそうでもないらしい。もっといろいろやりたかったね。せっかくの機会だったのにさ。やり遂げたのではなく、やり残したような、そんなことを言う。せっかくの機会ですか。まあそんな気持ちもあったってくらいだ。深い意味はないよ。どうしたって僕の動きは最初から制限を受けていたようなものだし、あらかじめ台本は決まっていた。台本？面白い物言いですね。あなたほどの男でも、決められたことを決められたままにやっていただけだと。むしろあなたは台本を書く側の人間だとばかり思っていましたけれど、とゆるは言う。からかっているかのような口調ではあるものの、それは彼女の本音らしい。顔はまるっきりの真顔である。そうだね。それに対し高人は答える。こちらは特に真顔ではない。決められたことを決められたままにやっていただけさ。ただし僕は出来の悪い役者だからね。台本通りに演目を演じようとして、そのつもりであっても、なかなか作家の思惑通りには動くことができないのさ。そんな僕の大根具合が後世にうまく影響を残せればいいと思うよ。自分の大根具合を受け継がせるつもりですか？そうだね。まあ残さない方がいいのかもしれないけれどね。しかし僕にそのつもりがあろうとなかろうと、伝統というのは自然と受け継がれていくものだからね。例えば、容赦姫は君によく似ているだろう。あなたの方にこそよく似ていますよ。そうかな。あの子は別にあなたのことを謎のおじさんなどとは思っていませんよ。あなたのことを父親としてちゃんと尊敬しております。そうかな。あまり頭のいい風には見えませんが、あれであの子はちゃんとあなたの娘をしておりますよ。欧州の顔役、飛騨高人の一人娘です。
世紀の逆賊飛騨高人の一人娘だろう。そういえば、さっきの質問を君に返しておこうか、ユル。何ですか？君はどうして逃げない？高人は言う。やはり真顔ではない。ひょっとしたらもう城内にはいないのかもしれないと言ったのは、別に冗談で言ったわけじゃない。容赦姫を連れて、なんならみぎりちゃんも一緒に逃げればいいじゃないか。僕に終わりが見えているのと同じく、君にだって終わりが見えているだろう。ならば沈む船にいつまでもしがみついていることはない。それなのにどうして逃げずにこんなところでお酒を飲んでいるんだい。今ならまだ間に合うかもしれないよ。と、そう言う。本当に、ただ不思議だから聞いたという感じではある。しかし彼のことだ。ユルが答えるまでもなく、おおよそその答えは推測がついていただろう。だからそれでもあえて聞いたのは、彼女の口からその言葉を聞きたかったからなのかもしれない。言ったでしょ？己の立場を忘れたりはしないと。たとえそれが死の間際であっても。ユルは答える。それこそお酒を飲みながら。私はあなたの伴侶ですから。あなたを置いては逃げませんよ、と、そう答える。たとえあなたのせいで死ぬことになろうとも、ユルは高人を許します。そうかい。そりゃ、愛だね。ええ、愛です。嬉しいよ。それはどうも。そして容赦姫もあなたの娘ですからね。あの子はまだきっと何も分かっていないでしょうけれど。そうだね。最後に娘と少し話でもしておくというのも悪くはないか。と、高人が腰を浮かしかけたその時、城の外から大きな音が聞こえた。いな、その音はすでに城の中に侵入している。来たか、睦恵君。相変わらず無粋な男だよ。そんな風に高人は嬉しそうに言った。そんな高人を、めったに見ることのできないそんな高人の表情を、ゆるもまた嬉しそうに見ていた。ヤスリ睦恵はかなりの長期にわたり木口残機に行く手を阻まれ続けていたが、しかし現在の自分の実力ではどうあがいても残機を打破することは、どころかその脇をすり抜けることさえ不可能だと判断し、あっさりと一旦引いた。しかし一旦引いたとはいえ、当然彼はヤスリ握りの刀として与えられた目的を忘れはしない。逆に言えば、残機を切ることは彼の目的ではないのだから、そこは引くのが当たり前だった。彼はあくまで自分の意志を持たない刀なのだ。残機は深追いしなかった。彼もまた必要以上のことをするつもりはなかったのだ。彼は決して高人の味方ではないのだから、あくまでも自分の意志で彼は睦恵を追わなかった。結局睦恵は木口残機を避ける形で、天道どころか出羽をまるまる迂回する形で迷宮城を目指さざるを得なかった。恐るべき遠回りである。しかしその遠回りをするだけの脅威が木口残機にはあったということだ。いな、同じ剣士として意志なきヤスリ睦恵でさえ、それだけの残機にはその規模の敬意を払わざるを得なかったということなのかもしれない。影も踏めない敬意。そして予定より遅れること数ヶ月。
その間もさまざまな妨害が入りつつも、なんとかそれをかわしつつ、巨頭流六代目当主ヤスリ・ムツエは奥州の飛騨城へと到着した。ようやく彼は開始戦にたどり着いたのだ。たった六人での、いな、たった一人での城攻めである。来たかね、巨頭流と、城門の前でムツエを当然のごとく、彼がこの日この時間にこの入り口から訪れることを予見していたかのごとく待ち構えていた異形の者がそう言った。異形の者、そうとしか言いようがない。何せその人物にはあるべき場所に頭部がなく、その代わりに一本の日本刀が肩口からにょっきりと生えているのだから。首かい、飛騨隆人の腹心、首。やれやれ、最後の敵はあんたってことなんだね。ムツエは言う。真打ちは最後に登場ってわけかい。それは誤解だな。貴様にとっての最後の敵はやはり隆人様を置いて他にはいない。私などはあくまでただの通過点の一つに過ぎんよ。通過点ね。それにしちゃちょっとばかりぶっ飛んでると思うけどね。サビ国権やら木口残機やらに比べても遜色ないでしょ、あんたは。マニワ人軍の頭領級の忍者なんて、正直戦いたくもないどころか会いたくもないくらいだけど。嫌われたものだな。まあ嫌われるのが私の仕事とも言える。通してくれないかい。誰に頼んでいる。まああんたなんだけど、どうせ私が暗殺しなくても飛騨隆人は最終的には殺されると思うよ。革命が成功しようと失敗しようとね。あいつの戦い方は終戦処理というものをまるっきり考えていない。はっきり言えば自暴自棄の捨て鉢だからこそできる行為だ。むしろ成功した後の方が怖いだろうね。言われるまでもない。あのお方は現在のみを生きている。将来の歴史のことなど何一つ考慮しないお方だ。未来を考えない破滅型の開拓者なんて一般人にとっちゃ恐怖でしかないよ。かもしれんな。口ではそんな風に同意するようなことを言いつつ、頭部が刀である彼に口はないのだが、しかし首は決して揺るがぬ強い意志を持って構える。ところで一人かい。一人だ。私は隆人様の暗部を担うものだ。まともな兵士たちとは根本的に連動していない。暗部を担うね。じゃあ右利さんを誘拐したのもあんたかい。それは右腕の仕業だよ。隆人様の右腕のな。あいつなら今そのヤスリ右利を見張っている。まあ貴様にとっては通過点にもなるまい。おいおい、自分の仲間に対してひどい物言いだね。誤解するな。右腕の実力は私と十分に張る。奴は貴様が殺した左腕、右足、左足より数段上の実力を有している。ただ貴様はヤスリ右利を助けに行く前に隆人様を殺しに行くだろうと思ってな。それが刀というものだろう。故に通過点にもならないのだよ。貴様はこれから私を殺し隆人様のもとに行くだろうが、その先には行けない。隆人様にかかれば貴様に未来はないのだ。そう言って首は頭代わりの刀でムツエへと切りかかってきた。そんなことを言いながらもムツエに殺されるつもりなど一切なさそうな迷いのない袈裟斬りではあった。そしてそれをムツエは受けて立つ。
私には現在さえないさ。そして天守閣まで響くような爆音で巨頭流の奥義を披露する。華々しく披露する。暗殺行為には全くふさわしくない、しかし後に大乱の英雄と呼ばれるにふさわしい華々しい城攻めの始まりだった。次回、最終章。